皆さんこんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます越塚まみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストを招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。この番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間の合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りしていきます。まずは東京タワーからのお知らせです。無料通話メールアプリの LINE よりのっぽ兄弟のスタンプが配信開始いたしました。のっぽ兄弟の性格を表現した面白くて可愛いデザインのスタンプが揃っています。ぜひダウンロードして使ってみてください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それでは本日の東京タワー TV 出演者をご紹介します。この後はプロ音楽団体さっちゃんと愛を届けたいの皆さんのステージをお届けします。第2部は午後5時からアイドルユニットスプリングチュビットのライブをお送りします。第3部は7時から喪失のステージをお届けします。今週も盛りだくさんですのでぜひ皆さんお立ち寄りください。では早速この後の登場してくださいますさっちゃんと愛を届けたいをご紹介します。子ども賞のお姉さんなどの活動を経てアルバムさっちゃんとみんなのお歌で全国 CD デビューをしました。さっちゃんが主催する福祉音楽団体さっちゃんとお友達、そしてプロ音楽団体さっちゃんと愛を届けたい、さっちゃんと愉快な仲間たちと一緒に歌い笑い合いましょう。それではさっちゃんと愛を届けたいの皆さんステージをお楽しみください。はい、東京タワーにお越しの皆様こんにちは。 ありがとうございます。ご挨拶嬉しいです。私たちはさっちゃんと愛を届けたいと申します。今日はですね約1時間ぐらいの間私たちと一緒に歌ったり、そうなんです、一緒に歌う曲もありますよ。お客様一緒に歌って、はい本当です、1曲目からそうですから、ぜひぜひぜひこちらおかけください。一緒に歌ったりねしていただければなと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。では1曲目はこの季節にちょっと可愛らしい雨に関する歌をお届けします。知ってる方ご一緒に歌ってください。雨降り熊の子。
ありがとうございます。とっても可愛らしいね、雨降り熊の子から始まりましたね。皆様よかったらね、こちらおかけくださいね。泣いちゃった、ね、改めまして私たちはさっちゃんと愛を届けたいと申します。名前の由来はですね、私さっちゃんが日頃いろいろな方々にお世話になっているんですけども、そのいただいている愛を音楽としてみんなで皆さんに届けたいなと思って、さっちゃんと愛を届けたいというふうにね名付けました。今日は私たちさっちゃんと愛を届けたいが、日頃いただいている愛に感謝しながら共に分かち合う時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。では曲の方に参りましょう。2曲目はですね、大きな古時計です。ぜひご一緒に歌ってください。夜中にベルが鳴った、おじい
さんと一緒にチクタクチクタク、今はもう動かない、その時計はい、ありがとうございます。大きな古時計、とても素敵な曲ですよね。あのさっちゃんは大好きで、実は今回のステージやるにあたってある方からリクエストをいただき、セットリストに組み込ませていただきました。だんだん人がね、東京タワーの方集まってきましたね。ぜひよかったらね、皆さんこちらのお席ございますのでおかけくださいね。私さっちゃんはですね、もともとは、まあ今から何年前ってそれは秘密ですが、まあちょっとアイドルみたいなことをやってた時期がありました。まあ、そんな時に体を壊して入退院を繰り返しまして、そこに病院にですね、ある音大の名誉教授の方がコンサートにいらして、そこでビビビッと来ましてね、ああ素敵だなって、音楽はいいなって、それからというものを福祉施設でも歌わさせていただくことになりました。なので今は、まあ、ショッピングモールをはじめ学校や幼稚園、保育園、老人高齢者施設、そして時にはですね、まあ、海外でも歌ったりしています。次の曲はアルバムさっちゃんとみんなのお歌の中から初秋夜曲なんですが、こちらはパラオ共和国の唯一の高齢者施設に行った時に大好評いただきまして、改めて日本の曲の素晴らしさに気づき、今回ねこちら東京タワーのステージでも歌わさせていただきます。あと続いて2曲、昭和感漂う曲もお楽しみください。
私はバラの命を授かり、情熱を燃やして生きてく。私はバラの命を授かり、情熱を燃やして生きてく。いつでもバラはバラは気高く咲いて、バラはバラは美しく散る。もしもあなたが一緒にいたら、どんなに楽しい旅でしょう。 Love letter from Canada、 色づく街を歩いていると、涙が頬にこぼれてきます。あなたの声を思い出して、カナダの夕日見つめています。息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、 あなたのいない一人旅です。From Canada、 あなたの愛を確かめたくて、わがままばかり言いました。 Love letter from Canada、 二人の恋が真実ならば、離れていても寂しくないと、街の明かりを見つめています。息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、 あなたのいない一人旅です。息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、 あなたのいない一人旅です。さあ、懐かしの曲、カナダからの、ね、手紙でしたけども、お客様ご存知でした？ご存知だった方、 ありがとうございます。これ何年の曲ですかね。昭和1973年ぐらいですかね。
ということは東京タワーの方が先輩なんです ね。さて、それではここで私たちさっちゃんと愛を届けたいの自己紹介、メンバー紹介をしたいと思います。じゃあこれはですね、そうですね、皆様から向かって一番右からこの順でいきましょうかね。お願いします。皆様こんにちは。こんにちは。私さっちゃんと愛を届けたいのメンバー君猫と申します。今日はコーラスで参加いたします。東京タワーで歌えるのを楽しみにしてまいりました。浴衣なんですけどね、今日は七夕の飾りもあってとてもいい雰囲気だなと思っています。どうぞ皆さん短い時間ですが楽しんでいてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、ベースを、担当しています、高と申します。今日皆さんに、ね、お会いできて嬉しいです。雨が、ね、外降ってますけれども、今日は一日お時間の許す限り東京タワーの中でゆっくりと、ね、くつろいで、楽しんでいっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、高さんです。よろしくお願いします。じゃあ私はやっぱり飛ばしまして、はい、皆様本日は、ありがとうございますギターのやっくんと申します。楽しんでください。よろしくお願いします。もう一言続くかなと思ったら本当に一言でしたね、はい、ギターのやっくんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はお足元の悪い中ありがとうございます。フルート吹いてるのりちゃんと言います。よろしくお願いいたします。今日はのりちゃんのね、息子くんもね来てますね。実は普段は一緒にステージに立つことがありまして、彼女は背負ってねフルートを吹くこともあるんですね。はい、そうですね。小津でフルーティストとね呼んだり呼ばれたりしています。そして最後は私がさっちゃんと愛を届けたいのさっちゃんになります。よろしくお願いします。私さっちゃんは実はですね、ちょっとリトアニア帰りでして、今月の6月3日の夜にリトアニアから戻ってきたんですけども、何をしに行っていたかっていうと音楽の旅を1週間ほどしてまいりました。もともと旅が好きで旅行が好きでね、旅行でいろんな音楽に出会っていて、あ、私もちっちゃな楽器を持って行きたいなと思って、まあ、何年か前から楽器を持って出かけるようになったんですが、今回リトアニアではまず幼稚園2カ所と学校とそして病院で歌わさせていただきました。まあ何でしょう、リトアニアですので日本の曲どのくらい知っているのかなと思うと、まあ、アニメソングは若干ね知っているお友達がいたんですけども、ほとんど知らない状況でありました。そんな中ですね、私さっちゃんは日本のお歌を何曲か教えたりしたんですね。そのうちの一つが雨降りです。雨降りっていうと皆さん分かります、分かりますね、あの曲です。ピッチピッチチャップチャップランランランのあの曲なんです。その曲を、まあ、日本では雨の降る音いろいろ表現する方法言葉がありますけども、ある曲ではピッチピッチチャップチャップって表現するんですよってことを教えて、子どもたちに教えてね、それを一緒に歌ってもらったりしました。今日はちょっとねここにいる皆様と一緒にね練習してから歌いたいと思います。じゃあちょっとのりちゃんのフルートと一緒に皆さんピッチピッチチャップチャップの部分一緒に歌ってみましょうか。1,2,3 はい、ピッチピッチチャップチャップランランラン、もう一回ピッチピッチチャップチャップランラン、元気の犬でもう一回ピッチピッチチャップチャップランラン。ありがとうございます。この曲は5番までありますので、ぜひねピチピチチャプチャプランランラン、そのところだけでもいいので一緒に歌ってくださったら嬉しいです。それでは雨降りです。雨雨降れ降れ母さんがジャンの目でお迎え嬉しいな、ピチピチチャプチャプランラン
開けましょカバンお母さんの後からゆっこゆっこ鐘が鳴るピッチピッチチャップチャップランランラン。皆さん大きな声でお願いします。あらあらあの子はずぶ濡れた柳の寝方で泣いている。ピッチピッチチャップチャップランランラン。母さん僕のを貸しましょうか、君君この傘差したまえ。ピッチピッチチャップチャップランランラン。僕ならいいんだ母さんの大きな茶の目に入ってく。ピッチピッチチャップチャップランランラン。ありがとうございます。雨降りでした。じゃあもう一曲皆様にぜひね手伝っていただきたい曲があるんですが、それは手のひらを太陽にという曲です。あのアンパンマンの柳瀬隆大先生が歌詞を書かれた曲ですね。あの僕らはみんなの手のひらを太陽にです。その曲の部分の前奏間奏構想に今からお伝えします手拍子を入れてほしいんです。それはどんな手拍子かというと、ちょっとフルートの音色で私たちあのお手本見本を見せますね。1、2、3回、チャンチャチャンチャンチャンチャチャンチャンチャンチャチャンチャンタ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 ン。それをね皆様にやってほしいので、ちょっと今から練習をしたいと思います。手をお手を拝借のポーズにしてください。これです。で私が1、2、3、入ってたらチャンチャチャンチャンってね、いきますよ。皆さん手の酔いは大丈夫ですか。はい、いきますよ。1、2、3、はい。素晴らしい、あの何の問題もなくあっさりできましたね。ありがとうございます。この曲を曲の頭の前奏という部分と間奏と曲の終わりの構想にやっていただけたらなと思います。その、 あの間の部分、中間の部分は1、2、3、4、4拍子なので1、2、3、4のまま手拍子をしててください。よろしくお願いします。じゃあ皆さんで行きましょうか。余裕はよろしいですか。それでは行ってみましょう。手のひらを太陽に。僕らはみんな生きている、生きているから歌うんだ。僕らはみんな生きている、生きているから悲しいんだ。手のひらを太陽に透かしてみれば、赤い流れる僕の血潮を、ミミズだっておけらだって、友達なんだ。それでは手拍子です。僕らはみんな生きている、生きているから笑う。
ありがとうございます。なんかこんなに大勢の方にねクラップしていただけると本当に嬉しいですよね。私たちもね本当にありがとうございます。実は今のね手拍子も先日のリトアニアでもねリトアニアの子どもたちに教えてやってもらったりしたんですね。音楽っていうのはすごいね、言葉は日本語で具体的には意味はわからないかもしれないですけど、楽しい気持ち、嬉しい気持ち、悲しい気持ち、そういうのは伝わるんだなって、言葉ではないんだなって今回のねリトアニアの音楽の旅でも感じました。さて皆さん、今日は6月21日ですね。ここにもお父様いらっしゃいますが、ね、日本のお父様、世界のお父様、いつもありがとうございます。 父の日おめでとうございます。でこれちょっと父の日にちなんで私の父そして母の話もちょこっとさせていただけたらなと思うんですけども、まあ、今でこそこんなに元気で私はお歌を世界で歌えるようになったんですが、まあ、ちょっと前までは病院に入退院を頻繁に繰り返しておりました。今もたくさんのステロイドと白血球を殺す薬を飲みながら生きている、生活している状態なんですけども、それでもね本当に働くこと、食べること、笑うことができてとても幸せです。だけど病気がすごくひどかった時期はもうなんでお父さんお母さん私を産んだんだろうって思ってしまった時期がありました。実はこの東京タワーも、まあ、今回来るの3度目なんですけども、前回とか前々回は障害者手帳とか難病の手帳を持ってたりすると、まあ、付き添い人と、ね、2人で1人の料金で入れたりしたんですね。なので私は、まあ、介助の人間付きで割引で、障害者とか難病の割引で入場したという状態だったんですけども、今日はこうしてここにステージに立つ人間として、ね、東京タワーに登ることができてすごく感謝しています。何でしょうね、病気がすごく悪かった時期は何も周りが見えなくて、だけどその時たくさんの愛情を自分の仲間であったり、あるいは知らない方であったり、たくさんの愛情をいただいて、そして気づきました。ああお父さんお母さん、なんで私を産んじゃったのって思っちゃいけないんだなって、こんな私でも産んでくれてありがとうなんだなって、その気持ちに気づいてからは不思議と体も良くなって、いろんな活動をアクティブにできるようになりました。次はアルバムさっちゃんとみんなのお歌の中からプレゼントという曲をお届けするんですが、そのプレゼントはお父さんお母さんという言葉が入ってます。お父さん、優しい心の温かな風が届きます。このワンフレーズは実はまさに父の愛で、私の入院中のある出来事を一言で表現した歌詞ではあるんですが、まあ、とある病院にね血液の入れ替えで入院してたんですけども、やっぱり白血球を除去する治療というのは副作用があって、あまり食欲が湧かなかったりとかで、そんな時父にお父さんなんかさっぱりしたお蕎麦が食べたいってメールを打ったんです。そうしたら父がですね、普段は料理をしない父がですよ、約2時間もかけてお家でお蕎麦を茹でて薬味も切って、またその薬味が5ミリぐらいあってすごく太いんですけど、そしてめんつゆをタッパに詰めて2時間かけて病院まで持ってきてくれたんですね。あ、これは親の愛だなと思いました。そのねエピソードを歌詞に一言で表現しております。今日は生かされている命に感謝しながらお届けいたします。プレゼント、ララ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 ラ
しい時間は、ね、あっという間ですね。東京タワーテレビ、さっちゃんと愛を届けたいのステージ、次の曲がで最後になります。次の曲はね、今日はあいにくの空模様ですが、ここには青空が広がっているような気がします。今日はどうもありがとうございます。精一杯のありがとうの気持ちで、あの青い空のように。両手お願いします。とても温かい拍手、そして笑顔、私たちとても心が温かくなりました。本当に感謝しています。またお会いしましょう。さっちゃんと愛を届けたいでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もう一度さっちゃんと愛を届けたいの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ちなみに今日 CD 販売してます。さっちゃんとみんなの歌です。はい、ありがとうございました。本日の東京タワーでのライブいかがでしたでしょうか。いやー、なんかね、梅雨の時期あいにくの空模様なんですが、もう本当ここがなんかここ自体が青空が広がってるような気持ちになって、すごく私たちハッピーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもどんなところで活動されているんですか。そうですね、もう本当に場所を問わなくて、学校や幼稚園、保育園、町内会ですとか、その他各種イベント、いろんなところで歌わさせていただいてます。なんと、気軽にそういったところで演奏していただける、うん、ということなんですけれども、もう私たちを求められたところに時間があればお伺いしているというスタイルですのでね。じゃあぜひホームページなどですかね、はいはい、にチェックしていただければ、はい、皆さんお問い合わせいただければ、はい、ぜひそうですね、さっちゃんと愛を届けたいと検索していただければ、はい、皆さんがそちらの場所に行っていただけるということですので、はい、皆さん検索してみてください。ぜひよろしくお願いします。はい、今後のライブの予定があればぜひ教えていただきたいんですけれども。そうですね、まず一番近々ではですね、あさってですかね、火曜日、23日火曜日ですね、北越谷のロコカフェというところで昼間の1時半から1時間ステージがあります。こちらはさっちゃんと愛を届けたいで検索していただけるか、東京タワーのあちらで、ね、フライヤーの方お配りしてます、そこで書いております。そして来月は7月11日にこれも北越谷のオールドタイムというところで、午前中の11時から夕方の16時までとても長いイベントにね、まあ、朝からずっと出たり入ったりたくさん歌わさせていただきます。はい、ありがとうございます。本日は先ほどおっしゃってくださいましたが、はい、CD を持ってきていただいているということで、はい、持ってきてるんです、あちらにね、うん、そうです、ね、これですね、さっちゃんとみんなのお歌。今日はなんと私たちこのねレコーディングに参加した、ね、人間で待っていますので、今日歌った曲ですとかも入ってます。本日 DVD 付きです。よかったらあちらへお越しください。サインとかいたします。はい、ありがとうございます。皆さん右手にぜひお立ち寄りください。それでは本日は改めましてありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。本当にどうもありがとうございました。
この後は午後5時からアイドルユニットスプリングチュビットのライブをお届けします。それではまた5時にお会いしましょう。ここまでのお相手は越塚まみでした。ありがとうございました。